シャーペンニュース207、シャーペンです。モンストニュースの翌日に今週のいろんな情報をできるだけ丁寧にまとめていく動画でございます。クリスマスシーズン開催ということだったんですけども、やばいですね今年は。一味違うぞということで何が発表されたのでしょうか。ニュース以外で判明した情報を合わせてご覧ください。どうぞ。ということでまずは期間限定イベント、モンストクリスマス2022ということで、まあ、お品書きがドンと発表されまして、今年もちゃんと開催されればよかったわってなったんですけども、まあ、いざこの情報が発表されると、まあ、PV が流れ出しまして、もうこれ歴代のモンストクリスマスのキャラクターがどんどん紹介されて、2021で次は2022だ、誰が来るんだと思ったら、まあ、なんか聞き覚えある声が聞こえまして、画面に映し出されたのは、まあ、レムでしたね。まあ、ということで、リゼロから始める異世界生活コラボ開催決定ということで、いつもだったらアルファイベントのところをこのコラボでクリスマスシーズン迎えるってのは初ですね、もちろん。で、あととにかく僕はこの予想をがっちり当ててる人がいたんで、もうマジで尊敬ですね、予想をずっとしてる身としては。まあ、ちょっと僕も精進していきたいなということで、まあ、開催なんですけども、まあ、すでにこの動画投稿されてる頃に始まっているんではないかなと思います。で、まずはガチャキャラクターの性能を見ていきましょう。エミリア・アルファ。まずこのコラボキャラクターにアルファがついてるってのが新鮮ですけども、で、まあ、アルファキャラクターって結構魔改造されてる印象あるんですけども、まあ、ここは結構元の性能の原型は留めていましたね、3体とも。で、まずはエミリア・アルファなんですけども、3種のギミック対応に、まあ、豊富な、まあ、超アビリティで攻守を強化。で、友情コンボは玄関距離に合わせて調教分身弾となりまして、まあ、ダウンポジションキラーの影響で、画面の下半分の敵に対しては、まあ、ある程度殲滅力はあるよという感じですね。で、SS をそのまま画面全体への遅延とボディラウンの効果に、最後はボス必中の追撃がありまして、まあ、直殴り効果ではないんで、ちょっと、ワンパンとかではないんですけども、まあ、画面全体遅延があるだけ偉いですし、で、しかも元の性能と比較すると短縮もらいまして、SS 短縮。これ結構偉いんではないかなと思います。で、すでにもう2種ギミック路線としては、ダメオ原則壁でラルガメンテで、ワープ原則壁でロンディヌスがあるんで、まあ今のところの仕事が多いっていうキャラクターですね。まあなので将来性というか、これからどっか大活躍するっていうのは少なそうですけども、ただここ最近は3種ギミック路線も始まっているんで、このダメオワープ原則壁もう警戒せざるは得ないですね。まあまだ来ないと思いますけど。で、続いてがレムアルファ。まあ元の性能からかなりアビリティガラッと変わりまして、転送壁を含む3種ギミックに対応で、状態上回復にバリア付与など、まあ便利なサポートアビリティも複数持ってますね。で、まあレムといったら SS なんですけど、これ元の性能でも強力だった、まあ直殴り効果、非直殴り効果、割合効果っていう3種の効果がありまして、いろんな状況で火力を出しやすい SS となっております。まあ停止した後にボスに向かっていくってタイプなんで、ちょっと弱点当てる必要あるんですけども、まあそれでも最後の割合は確実に入るんで、安定した火力も出せるっていう。で、友情コンボはサブがランページウォールボムになりましても殲滅力が上がって、でしかも誘発ができるようになったっていうのは偉いですね。で、まあ貴族性の転送壁ということで、すでに研磨7の鉄になってるってのは高評価ですね。エビ天娘と組んでランページウォールボムで、友情コンボ誘発も相性いいですし、 SS でワンパンというまではいかないというか、ボスにはうまくいったら一層ですけども、まあただどっちかといったらこれも割合効果ですね。それで確実に削れるんで、まあ上位鉄性は硬いんではないでしょうかと。で、あとやっぱり現状転送壁持ってるワンパンキャラクターってのは層が薄いんで、まあ強固とかいますけども、2023年のクエストでも戦えそうですし、まあ、あと玄関強でワンパンもそうなんですけど、割合効果もかなり活躍してるキャラクター多いんで、それも兼ね備えてるってのが優秀ですね。で、最後がラムアルファ。ダメオ地雷原則壁の汎用性が高い3種ギミックに対応しておりまして、まあ、状態上底力に加えて、まあ、非属性からの攻撃は 25% カット、無属性の攻撃は半減できるって、この火ダメを軽減するアビリティを2個持ってるっていうのが特徴的ですね。で、SS はこちらも割合効果がありまして、まあ、複数攻撃タイプといいますか、一撃ドカンではなく、まあ、パーセンテージが低い攻撃を何回も放って確実に削るってやつですね。まあ、友情コンボはメインで、まあ、超バランス型の倍率も乗る、3方向追撃貫通弾で火力を出して、まあ、サブは U スピアップ、味方を加速させつつ、友情コンボの威力も上げられるよっていう。まあ、これは全体的に長生き性能、この割合と加速友情ってだけでもう結構生きてるキャラクターいますし、この友情コンボの組み合わせはグングニルアルファを思い出す感じもあって、まあ、今のところの仕事は少ないんですけど、かなり魔境の水属性地雷原則壁対応に入ってきまして、まあ、自分で火力も出せてサポートもできるんで、まあ、ロイドとか風雷いるんですけども、まあ、地雷原則壁の高難易度が出たら1体を編成したいなってキャラクターになりましたね。まあ、ということで、リゼルとのコラボであるモンストクリスマスガチャが、こちらもすでに始まっております。で、さらにこれと同時に元のリゼルコラボの復刻も行われております。ということで、現状の当たりキャラクターなんですけども、まあ、玄関兄弟の貢献度で言ったらエミリア・アルファ、まあ、一旦ラルガメンテ、まあ、ロンディネスがあるんで、で、今後の活躍度を考えるとラムアルファになるんですけども、ただこれレムアルファ両方ともある。玄関兄弟は天魔7があって、今後の活躍度は転送壁があるんで、ちょっと頭一つ抜けているんではないかなと思いましたね。で、絶対引くべきかどうかなんですけど、まあ、これ今回注目点としては、1月2日までやってるんですよね。まあ、これかなり重要でありまして、まあ、新春キャラクターの性能を確認するどころか、実際の使用感からも判断できるって、まあ、言っても36時間なんで、その全貌というか、真髄までは分かんないと思いますけども、
ある程度判断できるんで、まあ、我慢できるんだったらもう新春鳥獣神祭が始まるまでギリギリまで引かないことをお勧めしたいですね。まあただもうクリスマスってのはこれ我慢できない人多いんで、引いちゃってる人はもうやっちゃってそう。まああとこのクリスマスガチャは年末ガチャラッシュの星玉調整用としても引けるんで、まあそういうタイミングで引くってことをお勧めしたいですね。とりあえずまあ今すぐ引くってのは我慢ができないかもキャラクターが好きかって感じですかね。でここから降臨キャラクター、究極火属性がエルザ、水属性メイリーで、激究極が木属性でペテルギウスとなっております。まあ以上3つのクエストがコラボの期間中に降臨します。でちなみにこれ初クリア報酬はコラボだったんで5個でしたね。小さな幸せです。でさらにコラボ期間中は強力の書庫に復刻もあるんで、まあこちらもお忘れなく。でさらに新キャラクターの性能が判明しまして紹介します。まず究極の2人ですね。まあエルザは火属性3体目のワープ転送壁対応でありまして、まあまだまだコラボキャラしかいないんですけども、まあこれも来年以降の活躍に期待。でメイリーは GB キラーとかシールドへの火力に加えて全体消去毒目点を持っておりまして、まあ毒キラー持ちとの相性がいいと。まあ今のところはギミック対応を合致しているクレオパトラですけども、まあ水属性のこの対応で毒キラー持ちが来たら熱いっすね。で激究極のペテルギウスがまあ両面とも転送壁持ちでありまして、まあ両方ともね、埋水転送壁、魔法陣転送壁少ないんですけども、まあ、できれば作っておきたいですよ。転送壁は作るべき。でそして大ニュース、守護獣パック再登場ということで、まあキューベイが出たとはいえ未だに最強クラスの守護獣、もう汎用性ピカイチなんで、いやもうこれは持ってない人いたらもうすぐさま回収してレベルも10にしていいと思いますね。でコラボ限定ミッション、ドキドキクリスマスミッション開催ということで、ミッションクリアしてルートをたどってゴールに到達するとアイテムがもらえるよってものでありますと。で遊び方はこちらって出たんですけど、ちょっと僕の理解力がないせいで分かんなかったんで、実際にプレイしてやっと理解したんですけども、とりあえずミッション内容がこれまとめてありまして、 ABCDEFG にそれぞれミッションが存在しているんですけど、これにさらに達成条件をクリアする必要があると、まあ、まずは全員共通で A から始まると思うんですけども、まあ、究極のコラボクエストをクリアということで、まあ、とりあえず初日に降臨していたエルザをクリアすると、まあ、B の条件が達成できまして、おそらくこれ C の条件は究極に借りられているんで、メイリーをクリアすると、まあ、C ルートに進めると思うんですけども、まあ、初日に達成できるのはエルザのみってことで、全員 B に進んだんではないかなと思います。で B に進むとこの画面になりまして、まあ、コラボキャラクターを1体以上編成してコラボクエストをクリアっていう、で、まあ、達成条件は分かってないんで、まあ、これも予想して B のミッションをこなすことになるんですけども、同じく初日はエルザしか降臨してなかったと思うんで、まあ、コラボキャラクター1体編成してエルザをクリアすると、まあ、D ルートが達成されると。でここではもう究極って言ってるんで、まあ、E ルートは激究極ですね。ペテルギウスをもうコラボキャラクター1体以上編成してクリアすると、まあ、B から E に進めるっていう。でそして最終ルートはクリスマスエルザを特定の属性のみでクリアってもので、まあこれも達成条件分かってなかったんですけど、まあ特定の属性って言われたらね、やっぱり振り属性だろってことで、まあ三日月でパッてやった結果、まあ右のルートが開けまして、多分右が難しいって感じだと思うんで、まあこの感じは有利属性、振り属性だったんかなっていう。これでゴールですね。そうするとリゼロキャラクターのボイスが流れてアイテムがもらえますという流れでしたね。まあただこのミッションでは死に戻りが発生しまして、毎日朝4時を過ぎるとこれが発生して、まあ全員また A に戻されるっていう、まあそもそも1日1回しかゴールできないんで、まあ毎日条件を探しつつ、まあ全てのルートに行こうっていう話ですね。めんどくさそうですから、まあ、意外と1回1回は楽なんで挑戦していきましょう。で報酬としてはこちらでございます。まあ選挙の書もあるんで、できればやっておきたいですね。でコラボ期間中にログインをすると、まあ、グッジョブとか特玉もらえるんで、こちらもお忘れなく。いやということで前代未聞のコラボアルファ開催ということで、もうすでに来年以降のモンスト怖いっすね。まあ特に作品側に進捗がなくても、まあ、アルファでもう1回できるってことも判明したんで、またコラボの幅が広がったなっていう。ただ個人的な感想としては、この年末年始くらいはモンストのオリジナルキャラクターで頑張って欲しかったというか、まあ誰目線なんだよって話なんですけども、まあとりあえずは新たな挑戦ということで、この賛否両論は仕方ないですね。まあ一旦は見守っていきたいなと思います。ということで本日からのクリスマスリゼロコラボ楽しんでいきましょう。続いてアヌビス獣神化解放、イラストめっちゃ良くないですか。まあ、某あのゲームのキャラクターに似てるとか言われてましたけども、このアヌビス特有の良さがあるというかね、すごい好きですね。で性能がこちら、減速壁対応の追加に加えて友情ブーストでの火力強化で、さらに、まあ、初実装の回復 L と、まあ、リジェネ M で回復性能を高めてますね。でこれ SS はシンプルな自強化なんですけど、獣神化時代と一緒だったらかなり強力なんですよね。まあ、ただこれ8ターンからになっているんで調整はされそうな感じはありますけども、仮にそのままだったらやばいですね。で友情コンボは順当強化、ブーストも乗って火力に貢献できますね。高いスペックに加えてこの水属性ダメを魔法陣、減速壁、死者の書とかいるんで、まあ、どこかしらで活躍してくれるんじゃないかなと思います。獣神化解おはようございます。でそして新たな超究極が降臨、エンペディオス、まあ、超究極風の2周目入りましたね。初降臨が12月20日の20時から23時となっております。で超級風のイラストがこちらと、なんかこれまでで一番風っぽいというかね、威厳がありますね。ということで、まあ、いつも通りではあるんですけども、仕様を簡単にまとめるとこんな感じでございます。まあ、超級をクリアすると風に挑戦可能、
で、超級風は魂の紋章とワクワクの実が無効化されてるんでご注意ください。で、これをクリアすると1回限りで特別なヤス等で、しかも英雄な価値がついているエンピデオスがもらえるんで、まあこれは、まあ、合成とか売却を絶対せずに、まあこの風のキャラクターに超級を周回して、まあそのキャラクターのラックを上げるって感じですね。まあということで頑張っていきましょう。さらに新たな超絶怪が降臨で、ミスリル怪初降臨が12月23日の19時からで、副友情コンボがこんな感じです。まあこういうキャラクターは大抵、まあ、サポートに振りたいんで、まあ、スピードアップエースかバウンドヒルがベストですかね。まあ、こちらも頑張りましょう。次回のモンストの日は12月20日、ラック引き換えがワクワクステッキ1本、特玉1個、スタミナミン5個、ラキモン3種類所持で、コンキー1万。で、注目の降臨クエストはこちらでございます。まあ、絶流クエストが5つ降臨するんで、まあ、やってないクエストがありましたら、この際周回してみてはいかがでしょうか。で、さらにこれに加えて、エンペディオスが初降臨ということで、まあ、すごいなんとなく難しそう。頑張りましょう。次回のラッキーモンスターをこちらできれば作っておきましょう。はい、ということで今年はなんかコラボで始まってコラボで終わった感もありますね。まあ、2023年のモンストはどのようにやっていくんでしょうか。ということで、よかったらコメント欄か皆さんの気になった情報とかありましたらどんどん書いていただけると嬉しいです。あとついでにチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。これからもぜひ、ではご視聴ありがとうございました。さようなら。